2000年の読売ジャイアンツでは2000年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは2回目の長島茂雄、監督体制の8年目のシーズンである。3年連続で優勝を逃した巨人はオフに大補強を行った。大英から FA で工藤君や野村克也監督との確執から阪神を自由契約となったダレルメイを獲得し、広島の手法、 江藤うさを同じく FA で獲得した。シーズン序盤は混戦模様であったが、大補強が功を奏した巨人が6月以降は抜け出した。カトリヨシタカ、水野勝人両投手コーチの指導の下、チーム防御率が去年は3.84だったのが3.34へと改善された。8月以降は貯金ごと平凡な成績に終わったが、9月24日の中日戦、 9回裏に、中日の守護神エリ・ギャラードから、江藤の同点満塁本塁だと2年目の新岡、友博のサヨナラホームランで4点差をひっくり返し4年ぶりのセリーグ制覇を果たした。打撃陣ではこの年から松井、江藤、清原和弘、西志久、清水高之など、大物選手がずらりと並んだ打線は、ミレニアム打線と呼ばれ、203本塁だわ。 リーグ1位で広島など多球団を突き放した。対戦成績ではヤクルトに11勝16敗と、負け越したが、中日、阪神には、それぞれ18勝を9敗と勝ち越した。この年の日本シリーズは、長島監督と共に、巨人の V 級時代を支えた、大貞田春監督率いる大英との対戦となったため、ON シリーズと呼ばれたが4勝2敗で大英を、 破って6年ぶりの日本一に輝き、20世紀最後の年を優勝日本一で締めくくった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談。ありがとうございます。